はいどうも、つしです。いつもチャンネル登録、いいねボタンありがとうございます。今日本日のテーマはですね、大規模物件の完売までの道のりということで、これ約200戸規模の大きい物件ってどうやって完売まで持っていくんですかっていうお話をさせていただければと思います。はい、ということで、この大規模物件を語るにあたっては、あなた何様っていうお話をちょっとしておかなければならないので、職歴というか、経歴をお話しさせていただきますと、平成4年から約20年ぐらいの株式会社大京で、ライオンズマンションを販売させていただいてて、で後半はほぼタワーマンションなんかのプロジェクトリーダーをやらさせていただいてました。でどんな物件をやってたかっていうのがこんな感じ。タワーマンション、これ中央区のね、24階、ライオンズタワー札幌山で、これ北海道で初40階建てのタワーマンションですね。コトザ札幌タワーコトで、これが札幌駅からちょっとこう 歩いていけるというか、5分ぐらいで、歩いていける、ザ札幌レジです。これ20階建てです。これ238戸とか、この辺なんかも200戸超えてる物件になります。で、タワー自体はですね、大体7本ぐらいは携わってはいるんです、販売だけでは。ただプロジェクトリーダーとしては、5本かな、5棟かな、5棟、はい。で、これは前 YouTube でも上げさせていただきました、札幌タワー山の、これ171個ですね、販売で。これが最後、大京で最後の仕事で、ザ・ライオンズ大通公園タワーという、商品企画からやらさせていただいた物件で、トヨタ自動車でいうところの、レクサスみたいな、ライオンズマンションシリーズはたくさんありますけど、ザ・ライオンズっていうのはこうあんまり数ないんですよ。審査会があって、クリアするとこういう物件ができるんです。個数は100個ちょっと切れるぐらいの感じにはなったんですけど、こんな経験をもとに大規模物件の完売まで、1個完売させるのにやっぱり10ヶ月から長いのはもう2年近くかかるんですけど、どうやって売っていくのっていう話ですね。その辺をちょっと解説させていただきたいと思います。でまず大きく分けますと、3つ のステージがあります。これエントリー期っていうのと、集客期っていうのと、あとこのクローズ期っていうのがありまして、でまずこのエントリー期っていうのは、物件をデビューさせる時の感じなんですよ。これこの時の課題っていうのは、物件の総戸数に対して大体そうですね、3.5倍から、5倍ぐらい、戸数の、そうですね、5倍取れればすごくいいかなっていう、反響者数を獲得するっていうのが課題になります。なのでモデルルームですとかマンションギャラリーは出来上がってないんですけれども、もう広告活動がスタートされます。ただターゲットは、あくまでそこの物件の一番高額重工のところをターゲットにして出しますので、ここでこけちゃうと非常に後からきつくなりますよっていうものなので、非常にこう大切です。なのでこの時のための商品企画、要するにこの物件のコンセプトをそのターゲットに届くように、プロモーションやるために商品企画っていうのはすごく大事になってきます。細かな話をちょっと置いておくんですけど、分かりやすく言うと、そうですね、例えばモーニング娘。ってグループがで、一番最初のデビューの時ってモーニングコーヒーっていうのでデビューしたんですよ。であんまり良くなかったわけですよね。で一番ブレイクしたのはラブマシーンなんですよ。で要するにここのエントリー期ではモーニング娘。のモーニングコーヒーじゃダメです。要するにラブマシーンを狙って、もう最初から話題にさせるっていうところがすごくポイントになります。でこれができると非常に後々楽な展開になりますので、まずラブマシーンを狙うということです。で続きまして、この集客期っていうのがやってきます。やっとお客様をマンションギャラリーに迎え入れる準備というんですかね、整いますと、一番最初にエントリー期で反響を入れていただいたお客さんに予約を入れていただいて来てもらいます。ここのお客さんというのは非常にこう高い高額の住戸でも買えるようなお客さんを狙って問い合わせ入れていただいてますので、要するに予約を入れていただいて、要するにいわゆる決定部止まりって非常に高いお客さんで、おおむねそのここで取れた反響者っていうのは 25% から 30% ぐらいのお客さんが来場されますので、
で大体 20% ぐらいの確率で決めていってくれるっていうところなので、最初の反響がすごくたくさん取れればこれだけで完売しちゃうんですけど、でこのお客様方を呼んだ時に大体プライシング、要するに完売までの価格がおおむね決まるというような流れになります。で、もし仮にですね、この完全予約制で引っ張るだけ引っ張るんですけど、まあお客さんもこう尽きてきちゃいますね。で、まあいよいよもう少しこう集客しなきゃならないなって言った時に、初めて一般公開、モデルルーム一般オープンみたいな形で一元さんのお客さんをこう呼び始める感じですよ。で、一元さんが来て、まあちらっと見に来ただけなんだけど、買えるお客さんだったら気に入るような感じで、まあマンションギャラリーの設営をするってことです。まあ、ですから映像があったりですとか、タワー模型があったりですとか、ジオラマがあったりですとか、今ですとこうプロジェクションマッピングで、まあ要するにこう将来はこんな風に発展しますよとか、そんなような説明をして、まあ要するにモデルルームですね、ちょっとこう化粧をした、普通のその基本間取りではなくて、まあもう完全に設計変更をかけちゃって、もう優雅に生活するようなモデルルームを見てもらって、モチベーションを上げてもらって、できれば買ってくださいっていう風にやります。で、先ほどのその反響を入れていただいたお客さんとは不止まり 20% で、この時の一元さんが来た時の大体半分ぐらい 10% っていう形で、この 10% がずっとキープできている状態であれば良好な感じで、完売まで進んでいくことになります。まあここでその集客っていうのがすごく課題になってきますので、先ほどのエントリー機ラブのシーンで当てておけば、次なる打ち手としてはラブレボリューション21で、まあまた集客確保できると。ただ最初が非常にまず肝心になってくるようなですね。だんだんですね、こう売りやすいところと売りづらいところが出てくる感じになってくるので、まあそれでもこう不止まりが 10% になるように戦略というか戦術ですね、ここら辺では明確に毎週毎週改善していくような形になります。これはクローズ期最後ですね。もう上手なリーダーがやってた場合とは最後もうインセンティブっていうか、ある程度その値引きするための原資は稼いでおいてくれますし、売れる形が出来上がってますのですごく楽なんですけど、まあここで注意しなきゃならないのは、まあ例えばですけれども上層階の高額住居が残ってたりとかすると、まあこれが大変なんですよ。まあこういうとこですね、まあ、このボリュームゾーンじゃなくて、要するに鮮度がかなりもう落ちちゃってる状態です。一番最初の販売からもう約1年ぐらい経ってるケースがほとんどなので、まあ、そうするとこう慣れられちゃってます。新鮮な感覚がないので、まあ分かりやすくそうですね、50代超えた中森明菜に少女へ売ってこいみたいな感じです。なのでやっぱこう上の方の重工っていうのは鮮度の高いうちにやるのが、まあ、ベストですね。まあ、よっぽど市場がこう上に上がっていく状況が何て言うんでしょう、見通せるんであれば別ですけど、まあ、基本的には後半に高額重工を残すっていうのが、まあ、下手なリーダーの、特徴です。まあ、やはり少女 A はですね、10代の中森明菜にですね、まあ、売らせるのが一番いいんじゃないかなと思います。で、まあ、詰まるところですから、大規模物件というのは要するにスタートが非常に大事だということですね。まずラブマシーンで当てるというところが今日のポイントとなります。まあ、ぜひ参考にしていただければなと思います。またお会いしましょう。バイバイ。不動産のバイバイ。